ゴール下進入してベビーフックを決めていきました。フィーラーです。ジェレマイア・ウィルソン、縦への突破試みる。フィーラーとぶつかり合いながらも決めていきました。ウィルソンからウトに送られる。そしてまたウィルソン、ウィルソン3、リングに2度3度4度跳ねて入っていきました。吸い込まれていきました。ウィルソンの3ポイント。ウト、ウトリングへアタック、ワン、ウトが決めていきました。ここでタイムアウト佐賀です。さあリプレイ見てみましょう。井上振り切る、リングへアタック、オフェンスリバウンド三原、囲まれているがこれはなんとか残している。そしてガルシア、スピンムーブから決めていきました。最後はリバースレイアップ、西宇太郎、西にウィルソンがついています。トップからマッキントッシュ、決めた、受け取って西、そして再び杉田、マッキントッシュのキープ、そしてマッキントッシュダイブしていきました。西川ヘルト寄ったところ、キックアウトしてウィングからのスリーポイント、決めていきました。隅田です。コモダ、さあムボジ決めました。素早い切れ味鋭いターンアラウンドからのガルシアもヘルプに来るが、その上からのショット落ちました。そしてガルシア猛然とプッシュ、リングまでアタック、決めた。奪ったガルシア、戻れるか、守れるか、守れず、ガルシア走り切る。フリースローリバウンドを確保して引き続き佐賀のポゼッション、マッキントッシュ今度は外から決めた。マッキントッシュのピックスイッチ、さあサイズのミスマッチを生かして突進、おお、このタフなショット決めていきました。決めました。2人に囲まれている、一旦外へ捌く。さあ今度はマッキントッシュ、ファールがありました。 N1 返さないプレーが本当に続いています。ムボジのファール、これで逆にムボジがファールトラブル。ここで試合終了、57対71、奈良対佐賀ゲーム2。